おはようございます。おー、山田くん、朝早いね。はい、長期出張から帰ってきました。5ヶ月弱ですかね。よかったです。お土産は便器の蓋です。はい。あ、い,いえ、遠慮せず。ほら、みちこさんも、便器の蓋です。いやー、お、帰ってきたぞ、丸本。誰あえ、丸本。丸本かお前。うあ山田さんが、認識に時間かかった。丸本、大丈夫かなんか顔色が。えー、まあ大丈夫です。チールンエナレリードリンク60本飲んでますので。は なんていや、今、不景気じゃないですかお金ないと不安で。将来不安で、将ないですさ。バイトを掛け持ち26個してる。26個掛け持ちは 1>, ?1 日中1分も休めないから、だから45日目の貫徹です。は ?45 日目昨日も仕事すぐすぐ、工事現場で12時間垂れてきた。え誰あなたここはどこうわジェットコースターだお母さん大丈夫かおい頭やられてるぞおいお、山本じゃねえか何してるこんなとこでおいお前死ぬぞ早く寝ろもういいから何人てる将来が不安で、お金がないと安心できでその、あばばばばばばば 今の政治家で読み取れる今後の政府の役割はうわ、今すぐもうじゃらんこ共和国に行かんと。何言ってるさっきからおい、寝ろよ、いいから。んああ、山田さんがそこにいるな。え俺の顔色悪い。うわっ、はははは知ってるか、顔色ってなる50種類くらいあるんだぜ。え <laughs> それでさ、そいつの表情がわかるんだ。これ面白いな。例えばさ、やば笑い喋りながら気絶して寝とる。おい、食器を食べては、お客さんから電話来た。あ、い、よろしくおあいします。あ、三菱電気ですけど。あの、え がれううさすがに寝るか相対しろ俺が部長に伝えとくから家に帰ってしっかり寝てこい、えー、ううわかりましたもう体の限界だ爆睡してきます久久しぶりに爆睡した完全に全回復頭すっきりして眠気吹き飛んだわさあ仕事仕事マジンブーやん寝たリクエストを募集するのでぜひこの動画のコメント欄に書いてね LINE スタンプもまだ買ってない人はぜひ使ってみてね動画の概要欄から飛べます